前田心さんなんですけど、一つ上の先輩が一つ下の後輩にルールを教えるっていうのがあるから、いろんなことを教えてもらってて、はいはい、ライブの反省会みたいなのがあって、結構もう張り詰めた空気で、私真剣にメモ取ってるふりしてめちゃくちゃ落書きしてたんですよ。4年前まだ11歳だしね、バレなきゃいいと思ってめちゃくちゃ落書きして遊んでたら、その様子を前田さんが後ろから見てて、ケラちゃんそういうことはしちゃいけないんだよっていう風に優しく教えてくださって、こんなやつ嫌じゃないですか。今考えたら本当にすみませんでした。その時覚えてます？覚えてますね。覚えてる。びっくりしました。いい回